玉ねぎを、大体6時間ぐらいこうゆっくり炒めまして、で、まあ、よく言う飴色になるまで炒めたら、そこにトマトを入れて煮立ちさせたらもう終わりっていう感じですね。ご主人にとってトマトソースっていうのはどんな感じなんですか？命のソース。